ついにレジェンド変身ベルトシリーズ怪我ドライバーだったぞというわけで来ましたね。先週発表されたレジェンド変身ベルトシリーズ、怪我ドライバー。しかも3000円で買える。これはお得ですね。ということで、その記念として、僕が持ってる怪我ドライバーの運勢を聞いてみよう。レジェンド版にはデラックスのようにサイドバックルはついてきません。レジェンド版は怪我本の画面が四角形になっています。レジェンド版は音が鳴るだけで、光りません。レジェンド版はどのキーを押してもエクシードチャージの音声が鳴ります。個人的には必殺技の音のバリエーションを増やしてほしいですね。レジェンド版の怪我フォンは前作のファイズフォン同様に外れないようになっています。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。